子猫のチーが始まるよ。もう一回だ。みゃーみゃーみゃーもうよーみゃーなんだなーわーみゃーいっねえよ、何やってんだよ。チー、獲物捕まえようとしてたんだ。獲物？お、け、あんなのも捕まえられねえのか。こっち捕まえたことあるの？もちろんだぜ。すごい。よしと。どっちが先に捕まえられるか勝負するか。そうと決まりゃ。あ、ごい。こっち負け負け。やつらだぜ。こっちロス。待て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 
手ごわいな。捕まらない。さっきから見てりゃ。お、にゃ、え、ここだ。お、ゴーゴー。黒いのだ。すっげー。ま、否定はせんがな。あいつらを捕まえるにはコツがいるんだ。コツ？お前らレッスンが必要なようだな。いいレッスン食べる。レッスンは食べ物じゃない。レッスンってのは特訓のことだ。あ、そうだった。なんだかまた騒がしくなりそうだね。今日のレッスンはハードルが高い。なぜならば、大人猫でも鳩を捕まえることは難しいからだ。あの獲物、鳩って言うんだ。厳しいレッスンになるが、挑戦する覚悟はあるか？はい。よし、いい心構えだ。では行くぞ。レッスン1、1羽のやつを狙え。ハトってやつは群れでいる時を狙ってはダメだ。群れから離れている一羽のやつに狙いをつける。はい。なるほど。あいつとぼけた顔してるな。あいつ捕まえる。ハト、待て待て待て。あれ、どこ行った？ってお前何やってんだよ。ハトってのは他のハトのところに集まる習性があるんだ。難しい。次は俺様の番だ。またあのとぼけたやつだ。よし、チャンスだ。行くぞ、チー。わあ！群れから引き離すんだ。チー、通せんぼだ。にゃあ！おお、なんだ？夢見てたのに。今だ。身が。なんで俺様の動きが。負け負け。お。なんでうちのわかる。一羽に追い込んでも。このままじゃ捕まえられんぞ。あとは俺たちと違って後ろも見えるんだ。マジか。俺たちは前しか見えないが、あとは前を向いていても後ろが見える。さらに、ぷっぷー、こ、首回ってる。あとの首はあそこまで回るんだ。そう簡単にはいかないな。道は険しいぞ。次のレッスンは、みら、はい、どこ行った？ここだ。うわ、レッスン2、この影に身を隠せ。さっきも言ったように、あとは自分の後ろが見える。だから物陰に隠れながら追いかけるんだ。はい。よっしゃ、今度こそ捕まえてやる。大丈夫、バレてないぞ。うん。
あと一歩だ。追い詰めるところまでは完璧だったぞ。こうなったら、とっておきの技を教えてやる。トーン！レッスン3！ 太陽を背に斜めにジャンプ！奴らの目がくらんでいる間に、直角に落ちて、鋭いエコパンチだ！うおー！ここから、こういって、こうだ！すげえ技だな。すごい。どうだ、できるか。やってやるぜ。よし。ほんとに。どうだ、絶対金の勝ち。わっ、そんな時はレッスン4。ほんだら諦めろ。やれやれやれ、キー捕まえる。待て待て、ハト。待て。おい、お前ら、まったくまだまだ子供だね。